毎度岩本でございます。毎度西村しのです。はい、もう後ろの綺麗な景色見てください。これ名護湾ですよね。名護湾です。はい、はい、うわーっとこれ名護ビーチなんですよね。綺麗ですね。しのさん、アングルに合わせて、アングルに合わせて、おーい。そうそう、この立地条件で言うと、見えてきました、見えてきました。これは、これが、はい、タピックスタジアム名護のレフトスタンドのその後ろなんですよね。そうですね。はい、に来てまして、はい、こんな綺麗な名護湾があると。そうなんですよ。はい、でまたまたこの角度、しのさんが綺麗に映る太陽の力を借りて、はい、ああこれぐらいいいね。ありがたい、ありがたい。はい、しのさん、はい、今日はあの沖縄名護キャンプ、日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズのキャンプ、はい、3日目が終わりましたよ。3日目ですね。はい、なんか感想ありますか？うん、3日目、今日はあの天気も良かったのでね、うん、選手の皆さん本当に気持ちよさそうだなというのと、はい、ちょっとあれですか、疲れが出る頃ではありますか？3日目。そうやね、筋肉痛なんて絶対あると思うのは、そうですよね、はい、うん、でもあの、うん、今日どちらかというと、はい、天気の中でカラッとしてたでしょ。そうですね、うん、なので選手たちの動きが機敏やったね。あ、そうなんです、そうなんですよ、うんうん、なのでフォーメーションプレーやってても、なんか好プレーがバンバン出てたっていうのが印象やった。そうですね、あと連携プレーとかすごく細かくやっていましたよね。そうそうそう、でその中でさ、はい、あのやっぱ目立った選手っておるやんか。僕はね、清宮コーチが興味があってたなと思って。清宮選手、どんなところですか？あのね、はい、彼入団してからあの満足にキャンプインできたことなかったんです、うんうん、怪我をしたり、そう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 、リハビリをずっとしてましたからね、うん、アクシデントもあってなかなかそれが難しかったんだけど、今シーズンはもう満を持して、うん、キャンプに挑めてるんですよ。だから球場入りしてからウォーミングアップ、うん、で実技の練習入っていくときに、はい、やっぱ声も出る、うんうん、すごく欲も持っている選手だから、それでも目立つ、もうそれだけでも目立っている、はい、うん、その目立っているこうちゃんが、うん、いざバットを握ってバッティング練習、はい、まだ第一クール3日目ですから、うん、バッティングピッチャーが投げるボールを丁寧に打ち返すという作業ですよね、はいはい、それでももう目立ってんねんもん、うん、もうあのいい打球が飛んでてね、うん、あのやっぱハンドワーク、はい、手先が器用なバッターだけに、うん、さ、なんていうかな、小細工で打ってしまって、はい、自分のバーンこバーンとこうへそが出たバッティングはなかなかできてなかった、うん、あの去年もそうですね、はい、でもバットに乗ったらそれ相応のパワーもあってホームランも出たりするんですけど、はい、清宮らしさとは何だろうっていうのをずっと追いかけてたんですが、なるほど、ちょっと今シーズン出てきてますよ。清宮幸太郎といえば何を期待しますか？大きな打球ですよね。そう、ホームランですよね。そう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 、はい、そのホームランをたくさん見込めるような打撃スタイルに、打撃スタイルになってきてるんです。あのこの前の動画でね、かなりこう体が大きくなった印象だっていうお話をお伝えしたと思うんですけど、はい、それがこうあのバッティングにつながりそうだっていうことですか？そう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 、うん、あの自分の持っている能力をどうやって操っていいかわからないというのが若い選手のあるあるなんですね、はい、だから僕よく中継でも、はい、ああもううまくボールを操ってますねって言うんですけど、はい、自分の体を操らなくてボールやバットを操れるわけがないということですよね。なるほど、はい、それがすごく自分の体も理解して把握しだしたので、はい、バットに与えるパワー、地面からバットに与えるパワーの充実が見えてきたんだ。なるほど。これ実戦に入って各ピッチャーたちがマウンドに立ってくれ、はい、ゲーム形式になってきた時に清宮幸太郎が2021年バージョンどんな姿見せてくれるのかっていうのが楽しみやわ、はい、そうですよね。あと今あの守備練習も含めてあの野村祐希選手と2人でよく残ってやってるじゃないですか、うん、いいライバルだね。そうなんです、野村選手の存在っていうのがこう清宮選手にこういい刺激を与えてるんじゃないかなって思うんですけど、ね、あると思いますよ、ね、去年、野村ジェームスも怪我に見舞われて満足なシーズン送れなかったですよね、はいはい、数少ない試合の中でも出てきた時のインパクトって強かったよ。そうなんですよ、印象に残りますよね。そう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 、はい、なのでそういうのを見た時、同級生でうわナイスバッティングってベンチで喜んでる清宮コーちゃんいたけど、年は1個違うんですかね。あれ同級生じゃなかった？清宮選手が1個上で、うん、野村選手が1つ下です。そうだったか。そうなんです。え、コーちゃん何年目？4年目か。4年目か。で野村選手が3年目だ。はい、野村ジェームズはあれか、
吉田康生と同級生か。そうです、そうなんです。いや2人ねすごくフレンドリーで、そうですね、いい関係だから、あれ同級生だったっけって勘違いした。そうですよね。でもね、はい、まあ同世代じゃん、ね、その2人が刺激を受けながら切磋琢磨しているファイターズがね、サードの村、はい、でファースト清宮幸太郎、はい、このバランス取れた時には、うん、こうなんていうのかな、キャンパスの閉まっているあのサード線とか一塁線決まっているそのチームってやっぱ強いのよ、うん、でサードってやっぱスラッガー欲しがるから。そうですよね。今は中田翔がもうファーストも群を抜いてるよ、はい、うん、でもサードに関しては、うんうん、結構レギュラー争いの中でポジションが空いてるから。そうですよね。もう野村君じゃないかと。そうなんですよね。昨シーズンもね、うん、いいないいな、この選手サードいいなって思ってたところで怪我をしたりとか、そうそうそう、悔しい思いをしたと思うので、でももう今年は満を持して彼も来てるでしょ、はい、でいい成績残すとこれ清宮のこうちゃんが刺激受けるわ。もうもうすでに刺激を受けてるこうちゃんが、はい、今年はやるよ。楽しみです、ね、左バッターやけどこれレフトスタンドのこっちの、名古屋に打ち込むような打球なんてあったらどうする？飛ばしてほしいですね。まあ、レフトスタンドの後方だけに清宮幸ちゃんの一発がここまで来るっていうのはなかなか難しいんですけど、はい、風向きとか考えたら可能性あるで。ねえ。見て見て見て。こんな綺麗な海が。ねえ。ええ。とこ入れてほしいな。ほら、うちもデートしてるであれ。見てあれ。本当ですね。うん。少しでもこの、名古屋の雰囲気、キャンプ地の雰囲気をお届けしたいです。ね、はい。みんな自粛期間中でね、はい、なかなか特に北海道のファンの方々は、今寒い寒い冬で雪と戦ってるわけじゃないですか、はい、その方々にねこういうあったかい南の島北海道沖縄、はい、名護の様子をお届けできるって私たちも使命とともに幸せやね。そうですね、しっかりお届けしたいです、うん、これ見てもうこうやるぐらいすごい西日今4時半ぐらい4時半くらいですね。4時半ぐらいでもうこの日差しがもうすごいでしょ。目が開かないんです私ね、わあ、もう篠さんのところにこれ私のこれもう端末の影が映って全然見えないですよ、うん、で私あのデートかなと思ったら親子連れの方が仲良く歩かれてたんだね。そうですね、お子さんと散歩してます、ね、はい、はい、さあ篠さん、はい、明日、はい、4日目、はい、休み前の練習って結構選手たちがこれ頑張ったら明日休みだと、はい、結構ね胸躍るんですよ。あ、そうなんですね。まあこれが実戦入ってくるとまた変わりますけども、第2クールからの実戦でしょ、はい、うん、だから明日も、はい、まあ、情報予報によると天気いいらしいから、これ用意ドンのキャッチボールやペッパートレーニング、はい、その基礎練習からもテンションの高いファイターズが見れると思うんですよ。これ僕も明日放送席座るから、はい、明日もね、これまたまた岩本大変ですよ。あらもう篠さんがもう朝からびっくりした、もう朝から岩本さんどんなギアチェンジあのスイッチの入れ方で来てるんですかって不思議やったでしょ。岩本さん今日朝からこうマイクを片手に、うん、ね、歌いながら登場したんですよね。もちろんマスクをしてですけれども、うん、あれさ、はいはい、今みんな辛抱の時期でカラオケも自粛中やんか、はい、でも家遊びでね、はい、あのちょっと Bluetooth やそういうデジタル機器を利用して、はい、ちょっと暇つぶしの遊び道具っていうのがいっぱいあるのよ、世の中充実してんのよ、はい、それをねちょっとあの野球中継もみんな疲れるんで、はい、そこで皆さんに一息お笑いでもと思って大乱入したんですよ。いや本当にパワフルです山本さん。あれシノ動画撮ったよな。撮りましたよ。でもあれどうかな、流していいんかなどうでしょうね。でもこのキャンプ中に、はい、そういう一コマを設けて、はい、皆さんにお届けできるかなっていうのは、まあ1ヶ月僕ら張り付いててそういうちょっと生きにくいも、はい、ねえ、うまく活用したいな、はい、そうですね。しのさん、はい、この海を見て、うん、今感じること言ってくださいよ。感じること、うん、じゃあこう回りながらね、はい、海は広いな、うん、広いですよ。せやろ、うわ、これ光のおかげでこんなに私たちの顔色が映るの変わんねんな。本当ですね。そうなんです。でもまだね、今全体練習が終わったんですが、うん、選手たちこれからまだまだね個別練習というか強化練習も取り組んでいるということで、熱心やね。はい、はい、まあ今私たちもこう休憩時間などを利用して、はい、まあ一応放送終わったんでね、
はい、あのその時間の合間を見て動画を作成しているわけなんですけども、はい、はい、この環境の中でファイターズは明日、はい、第1クールの最終日やね、そうですね、5日が休養日となってますから、はい、はい、あの行われます、はい、私たちもここからまた下取材を行って、はい、行ってきます、はい、いい情報を明日以降もお届けさせていただきますよ、はい、これ後ろはあのファイターズ旧ブルペンだね、あ、そうなんですよね、うん、うん、はい、今のブルペンは、あっちだね、そうなんです、こっちの方向です、おライト宇宙館の奥か、はい、はい、でそのレフトスタンドの奥の名護湾、名護湾東シナ海ですよ、ここ、そうですよ、である人があの海、あの何海ですか、オホーツク海言うたらそうとかびっくりした、まあ海はつながってるけどさ、そうですね、うん、はい、東シナ海です、はい、はい、今日の、注目選手は清宮こうちゃんでした、はい、今年ホームラン20本いや30本打ってくださいよ、楽しみです、はい、前田おぎりくー